こんにちは、A スタイルです。 A スタイルは私 A が気になっている情報を大人女子の目線でご紹介します。さて、私は今石垣港伊東ターミナルに来ています。伊東巡りで宮古島、小浜島を経て石垣島に滞在しました。今日はこれから石垣島からフェリーで竹富島へ向かいます。今回の動画では約3時間の滞在で竹富島をどのくらい満喫できるか、観光スポットをご紹介しながらお伝えしたいと思います。八重山諸島の一つ竹富島は石垣島の南西約6キロに位置し、空港などはないため石垣港離島ターミナルからフェリーを利用していきます。石垣港離島ターミナルやフェリーの乗り方については小浜島に渡る際の動画でご紹介しているため、もしよろしかったらそちらを見ていただけたらと思います。フェリーの会社は八重山観光フェリーと安永観光の2社。乗車料金は同じ、時刻表もほとんど同じです。私は小浜島へは八重山観光の船を利用したので、今回は安永観光の船に乗りました。安永観光の竹富島行きは7番乗り場。早速船に乗ります。竹富島行きの船は利用する方が多いせいか、平日の日中利用でも結構大きな船です。揺れも全然感じず快適に乗ることができました。石垣から竹富まではとても近く、フェリーで10分から15分、あっという間に到着しました。竹富島は石垣島と西表島の間にあり、島全体が西表石垣国立公園に指定されています。日本最大のサンゴ礁の海域、石西礁湖に位置しており、サンゴ礁の隆起によってできた周囲 9.2 キロの美しい海に囲まれた小さな島です。島内の移動手段は、水牛車やレンタサイクル、バス、タクシー、レンタカーやバイクはありません。竹富港以外のバスの乗車やタクシーは予約制のため、今回は手軽に自由に散策できるレンタサイクルで観光することにしました。島内には4社のレンタサイクルの会社があるそうです。竹富港から観光の拠点となる集落までは徒歩約20分。歩けない距離ではないのですが、レンタサイクルや水牛車を利用する場合は送迎バスを利用することができます。送迎バスは船の到着後10分から15分で出発するようです。水牛車やレンタサイクルと書かれている看板の矢印の方向に進んでいくと、送迎バスが待っています。私はトイレに行っている間に送迎バスに乗り遅れたのですが、幸運にも1巡目の送迎バスに乗れず2巡目を待っている方がいたので、その方たちと一緒に乗せてもらうことができました。今回私が利用したお店は、マルハチレンタサイクル。子供用の椅子付きの自転車や2人乗り、電動アシスト付きの自転車も用意されています。自転車の利用ルールや料金表など詳しく書かれたものが送迎バスに用意されています。お店に着くとすぐ手作りの地図でビーチの行き方、通行止めの場所など簡単に説明があり、いよいよ観光に出発です。竹富島は坂道がほとんどないのですが、途中で行き倒れても困るので電動アシスト付きの自転車を借りることにしました。集落は重要伝統的建造物群保存地区となっており、赤瓦の屋根やサンゴ石灰岩の石壁など沖縄の原風景を楽しむことができます。道端に水牛がいたりとのどかな風景が広がります。まず私が最初に向かった先は海地浜。集落から自転車で約10分の距離にあります。別名星砂の浜と呼ばれ、砂浜で星や太陽の形をした砂を見つけることができます。潮の流れが速いため遊泳禁止らしいのですが、海や浜は美しく木陰もあるためのんびりできるビーチだそうです。ビーチの手前には自転車置き場があります。レンタサイクルの自転車には鍵がないため、自分の自転車の番号をしっかり覚えて駐輪します。木のトンネルを通り抜け海地浜へ。浜の入り口には南国感あふれる売店があります。グリーンにもブルーにも見える何とも言えない美しいビーチ。ここからでも海のサンゴが見えるので透明度が高いことがわかります。せっかく星砂の浜に来たので探さずしては帰れない。星砂浜の看板周辺を探しましたが全然見つかりません。売店の中にある星砂見本をしっかりと目に焼き付け、再度挑戦しましたが、やはり見つからず。私が必死に探していると、他の観光客の方が、波打ち際のところを手のひらでギュッと押すと見つけることができるよと教えてくれました。あるある。この星型の砂は海の中に生息する有孔虫の死骸が浜に打ち上げられたものだそうです。幸福をもたらすと言われている星砂ですが、島には海の大蛇によって食べられた星の子供の骨が流れ着いたという悲しい民謡があり、古くから竹富島の人々の間で知られていたそうです。可愛らしい星砂ですが、砂ごとの持ち出しダメと看板に書かれており、ネット情報では白砂は持ち帰れないが星の砂のみ持ち帰ることができるとか、星の砂すべて持ち帰ることができないとか、様々なことが書かれています。どの情報が正しいのかわからないので基本持ち帰らない方が良さそう。でも大丈夫。旅の思い出に星の砂を持ち帰りたい方は売店で買うことができます。ひとしきり海地浜を楽しみ、次にコンドイビーチに向かいます。コンドイビーチは竹富島の定番ビーチで、海地浜から自転車で約5分の場所にあります。トリップアドバイザーの日本のベストビーチにも選ばれている、遠浅で潮の流れも穏やかな、お子様も安心して海遊びが楽しめるビーチです。ビーチの前にはシャワーや更衣室、トイレがあり、夏にはパーラーもオープンするそうです。透き通った美しい海がどこまでも続いています。どこの海とも違うこのエメラルドグリーンの海もとても綺麗。サラサラの白砂に古い木や船が置かれており、雰囲気があります。干潮になると幻の島が浮かび上がってくるそうで、浅瀬を歩いて渡ることができるそうです。海の向こうには小浜島や西表島も見えます。ゴンドイビーチにはたくさんの猫がいると聞いていたのですが、この日はとても暑かったせいか一匹もいませんでした。ここには日を遮るものがない。あまりの暑さに私も早々に退散します。続いて西桟橋に向かいます。ゴンドイビーチからは約5分くらいの場所にあります。2005年に国の登録有形文化財として指定されている石造りの桟橋で、名前の通り西に向かって伸びているため、美しい夕日を見ることができるスポットとして人気があります。日が落ちる頃には最終のフェリーは竹富を去っているため、サンセットは宿泊者のみの特権だそうです。海に向かってまっすぐに桟橋が伸びています。真正面には西表島。竹富島は隆起サンゴ礁でできているため稲作に不向き。そこで島民は西表島に田んぼを作り、船で通いながら農作業を行っていたそうです。近年では漁のための船着き場としても利用されていたそう。今はもう桟橋として使用されておらず、人気の観光スポットとして多くの人が訪れています。桟橋は全長約105メートル。私は行きませんでしたが、桟橋の先端は干潮時にも利用できるようスロープになっているそうです。集落の方向へ向かうと、そこには和みの塔。赤山公園の高さ約6メートルの丘に作られた塔で、竹富島のシンボルとなっています。国の登録有形文化財に登録されており、トリップアドバイザーの行ってよかった日本の展望スポットにも選ばれています。当初は塔の上から集落内に連絡事項を伝えるための放送施設として用いられたそう。現在は老朽化のため閉鎖されており、塔には登れませんが、塔のすぐ横から見てもこの景色、赤瓦の屋根の集落を一望できます。和みの塔のすぐ裏には赤山展望台もあり、和みの塔同様に竹富島の景色を楽しめるそうです。竹富島のメインスポットを一回りし、休憩をするべくカフェを探します。チロリン村。南国産のフルーツを使ったスムージーや軽食を食べることができるそうです。伝統的な琉球民家をリノベーションしたという店内はとてもおしゃれ。カウンター席、テーブル席、テラス席もあります。私たちは生マンゴースムージーと八重山のつけそばをオーダーしました。マンゴースムージーは濃厚。炎天下の中観光したので格別の味です。つけそばはごまだれ。ペロッと食べちゃいました。チロリン村は昼はカフェ、夜はバーとして営業しているそうです。そしてナイトクルージングプランもありました。夜中24時から15分のクルージングで、星空や夜の海、季節によっては海に光る夜光虫を楽しむことができるそうです。プライベートボートでクルージング後は石垣港まで送ってくれるそう。24時からという時間が少しネックですが、これなら竹富島に宿泊しなくても西桟橋の夕日も楽しむことができそうです。値段も2ドリンク込みで3000円とそれほど高くないため、こういう楽しみ方も悪くないなと思いました。最後に集落の街並みをもう一度楽しみ、竹富島の約3時間の滞在終了です。石垣島からフェリーで10分、他の島とはまた違った沖縄の景色が楽しめる竹富島、何度でも訪れたくなるとても魅力的な離島だと思います。数時間の滞在でも十分楽しめますが、いつか宿泊もしたいなと思いました。A スタイルの離島旅行、そろそろ終了です。石垣島へ渡り、パイヌ島石垣空港へ向かいます。次回の A スタイルは石垣空港で買ったお土産をランキングでご紹介したいと思います。この動画を気に入ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。